これから生体師やっちゃんです、えー、今日も6ヶ月後妊娠できる体へアドバイスしていこうと思います、えー、今日はまたね腸の役割っていうのをやっていくんですけど私はねすごい妊活イコール腸の働き腸内環境っていうのが分かってるので、えー、ちょっと腸に関しては詳しく言っていきます前回まで、ね、腸の話をしたんですけども今日もまた腸でちょっと言ってきますね 腸内環境っていうのがね、すごい影響してると私は本当に思ってます。えー、不妊症で来てくれてる。今、私、生体院をやってるんですけども、これから生体院で、そこに来てくださる方、ほとんどの方が、便秘の人が多いかな。腸内環境も抱いてるかなと思います。で、そこで、腸内環境を改善することによって、妊娠できたって人も多いです。なので、私は本、ね、当、腸内環境を大事にしていこうと思います。まあ、腸内環境っていうと、妊娠以外でも、も健康面でも、 影響してくるので、すごい大事だと思ってるんですね。私今、腸内環境整えてまして、今の腸内環境すごいです。もう、毎日4、5回便に行って、便が全部バナナ状になるし、色も茶色じゃなくて、この黄色っぽくなってきてるし。そうすると、このね、水性便でね、浮くんですよ。これバッチリなんですね。この腸内環境っていうのが。でも、すぐ食事で、ちょっと違うもん、 ちょっと荒れたもん食べるとねすぐね戻っちゃうのであこんな殻って敏感なんだと思って腸内環境良くするためにやっぱりね継続です継続が大事ですそのためにちょっと、ね、やっていきますねちょっと深くやっていきますのでちょっと、えー、楽しみにしてほしいんですけどつまんないなと思っても是非、ね、腸内環境だけ聞いてくださいはいまず腸の役割なんですけどもこれ7個あります7個ちょっと見づらいと思いますけども消化吸収 免疫排泄、合成解毒浄血7個があるんですよまず消化吸収っていうのが栄養面食べたものの栄養を子宮卵巣に送るのが消化吸収ですそんで免疫っていうのが子宮卵巣卵子のね老化質を高めてくれます老化を防いでくれます で排泄はまは大便ちょっとこれはいろいろまたお伝えするんです,ですけどももう本当に、ね、便秘の方が多いですちょっとここは大事にしてくださいまたお伝えしていきますねであと合成っていうのがビタミンホルモンに合成する女性ホルモンの方ですビタミンホルモンっていうのがないと妊娠できないのでこれすごい大事ですあと解毒っていうのが今のね社会っていうのはいろんなものが入ります えー、添加物とか有害物とかいろんなものがあるんですよそれを口にするとたまりますしかもそれが便秘だったら余計たまってくるんですで最後たまってくるのが腸なんですよね腸がね便が出なかったらいっぱい腸にたまって悪いものがたまりまくってますのでそれを外に出す機能もありますで蒸血蒸血はそのままで血液をきれいにします血液がきれいになればなるほど腸の環境が良くなってきます で腸の感覚がくなることによってその下にある子宮っていうのがすごい状態が良くなりますので腸と子宮っていうのはイコールで結んでると思ってください腸,腸内感覚がければ子宮の状態もいいってことです反対に腸内感覚が悪ければ子宮の状態も悪いってことですそれだけ密接に考えしてますのでここをちょっとね考えてほしいかなと思います意識してくださいはいで今日はこの7つのこのお伝えしていったので,で私の結果論いきます なんで妊娠しに来るのかといったら一番がねこれなんですよ卵子の質卵子の質っていうのが多分影響してると思います私の中ではその卵子の質年齢もそうなんです年齢も加齢とかあるじゃないですかでもやっぱね年がいっても卵子っていうのが若い人もいるで若い人でも ちょっと年が上の人にも卵子の質があるんですね。そんだけ卵子の質っていうのが影響してきます。卵子の質っていうのはこれね、簡単ですよ。腸内環境が乱れなければ高まってきます。質も良くなってきますので、ぜひね、腸内環境を大事にしてほしいっていう頭を意識してください。腸内環境です。で次回以降、また腸内環境の方の役割はた、えー、腸内環境のことをお伝えしていきますので、ぜひ楽しみにしてください。 まずはね、これねこの7つが腸ってホんとすごいからね役割っていうのがこれを意識してくださいねこれこんなあるんだもうま,まさに腸内環境が悪く私悪いのかなだから妊娠しないのかなっていうふうにちょっと思ってあげてください何で妊娠しないのかって言ったら多分便秘下痢も繰り返す人も多いと思うんですけども本当に腸内環境で大事なんですはいそんだけ、ね、腸内環境のことをやっていきますので是非お楽しみくださいははい、ではまた明日も えー、ではですねまた次の動画でお会いいたしましょうさよなら毎日あっと驚く豆知識を配信中チャンネル登録よろしくお願いします